寸んばいになった雲女って呼ばれてる女性の幽霊が出るみたいですね。調べたらなんか全部の東屋でシッがあったっていう噂があるみたいですね。もしそれが本当だとしたらちょっと異常ですよね。あ、やばいやばいやばい、ね、なになにずっとガサガサ言ってる。待って、東屋の裏道みたいになってない？地図には載ってないですけど謎の道がある。変な場所に着いたぞ。てか、そうだ、神隠しに会うとかそういう噂もあったよね。なんかさっきまでと全然雰囲気違うな。なんか急に異世界来ちゃった感がすごいですね。ちょっと待って、 GPS。 ちょっと待って、こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅、秋田編4日目ということで、現在地は角館駅です。このチャンネルではバイク日本一周しながら全国の心霊スポットを回っています。はい、ということで今日も雨です。はあ、うん、この辺は小京都っていうだけあって街並みが趣がありますね。ほら、ローソンもおしゃれ。本当に全部木造りだ。木のいい匂いがしますね。てかなんか今台風が下から迫ってきてるみたいですね。うちはあと3日ぐらいいる予定なんだけど大丈夫かな。さすがに台風が来たら撮影できないですよね。機材ぶっ壊れちゃうよね。おお、なんか晴れてきた。雨やんだぞ。やったぜ。ここで少しだけお知らせです。先日発表した書籍日本一周心霊の旅が本日より発売開始となります。本当に多くの方に予約していただいて Amazon のベストセラーにもなり、初版部数も想定よりずっと多く発行していただくことになりました。本当にありがとうございます。予約していただいている方は本日手元に本が届くかと思います。一緒に全国を旅している気分になれるホラー旅行記になっていますので、まだの方もぜひ手に取っていただけると嬉しいです。本日から全国の書店とネット書店で販売しています。もちろん概要欄からも買えます。ということでお知らせ終了です。ありがとうございました。ということで、これから向かうのが秋田県秋田市にある心霊スポットの梅林園です。ここはの名所って言われてる、まあ、結構大きめの公園なんですけど、まあ、戦時中とかでもこの付近で多くの方が亡くなってるっていうことで、秋田県では結構有名な心霊スポットらしくて、園内では幽霊の目撃がかなり多いそうです。特に敷地内にある池と展望台で幽霊の目撃が多いらしくて、まあ、四つん這いになった雲女って呼ばれてる女性の幽霊が出るみたいですね。四つん這い多いな最近。まあ、四つん這いになった人ってめっちゃ怖いですよね。なんでなんですかね。で、あとは神隠しに会うとか、ここへ行ったら帰りに事故に会うとか、まあ、心霊写真がめちゃめちゃ撮れるとか、まあ、いろんな噂がある場所なので、ここも心霊現象は期待できるんじゃないでしょうか。まあ、ということで今日は秋田県で最も栄えてる秋田駅にホテルを予約したんで、まずは秋田駅に行きましょう。ちょっとね、こっち来てからまだ本当都市っていう都市に行ってないので、どんなだかちょっと楽しみですね。で、秋田駅の目の前にはお城跡に建てられた超でかい公園があって、秋田駅の目の前には千秋公園というお城跡に作られた巨大な公園がある。公園内には神社もあり、強いパワースポットになっているのだが、その一方でここは県内で最も幽霊が集まる場所と呼ばれ、有名な心霊スポットにもなっているんだ。ここでは実が多発しており、園内には複数の東屋があるのだが、全ての東屋で実が起こっているという噂もあるほどだ。昇進実もあったらしく、顔がぐちゃぐちゃになった男性の幽霊が目撃されたり、地面から幽霊が這い上がってくるのを見たなど、心霊現象が後を絶たないそうだ。まあ、ちょっとそこも含めて秋田駅の周りを探索したいと思います。ここから1時間ぐらいですね。街が見えてきた。ビルだビル。久々に見たぞあんな建物群。この辺から市街地っぽいですね。2分前まで山と森だったのに。すごい綺麗な街並みですね。すごいね、駅前はもう一通だらけだ。あ、これ秋田駅か。でっけー。すごいすごい、ほんと久々の街だ。オーパーある、オーパー。おー、駅です。こんな感じですね。こっちは西口なんだ。すげー、人間がいっぱいいる。マジで久々に見た、こんな数の人間。とりあえずまずはホテルに行ってバイクを置こう。ちょ、意外とホテルが駅から離れてるな。どこだ？あ、これか。来ましたー。ほんとめっちゃ晴れたな。すごい綺麗。駅前をでっけえドブ川が流れてますね。あ、魚魚。なんかこの辺はすごい古めの建物。うなぎうまそう。やば、超いい匂い。こっちもうなぎ。うまかったー。やっぱちゃんとしたとこで食ううなぎはうまいですね。好き
き家のうなぎとは全然違うな。すき家はすき家でうまいけど、めちゃめちゃでかい美術館がある。これですね、この正面に見えるやつ。すごい、これハスの花かな。気持ち悪いな、あれ。めちゃめちゃでかいですね。お城跡なんで、昔多くの人が亡くなったってことで、すごい幽霊の目撃が多いらしいですね。で、奥の櫓では、這いつくばった男の幽霊が出るらしいです。これ入り口、お邪魔しまーす。なんで、県内で一番幽霊が集まる場所って言われてるらしいです。あっち。マジあっち。でっか。これが表門だって。殉難警察官の日だって。これも殉難消防組員慰霊碑、歩兵第17部隊の日。なんかほんといっぱい慰霊碑みたいになってますね。お、なんかある、でっけえ。疲れた、着いた。すげえ、五光でなんかめちゃめちゃ神秘的な感じになってる。多分当時の櫓の再現ですかね。這いつくばった幽霊じゃなくて、地面から幽霊が這い上がってくるらしいですね、ここは。とりあえずは、這い上がってなさそうですけど。なんか入れんのかな？あ、入れる。佐竹、みんな佐竹って名前だ。河原。参勤交代、大名行列。頂上です。すげえ。おお、秋田の街を一望できますね。こうやって見ると超都会じゃん。マジ広いな。っていうかね、ここの公園、調べたらなんか全部の東屋でがあったっていう噂があるみたいですね。東屋ってこういう休憩所のことだよね。ってことは多分ここでもってことですかね。ここで亡くなるとしたら食い釣りってことですよね。こういうところにロープかけてってことかな。もしそれが本当だとしたらちょっと異常ですよね。またなんかあるんですかね。心霊写真も撮れるみたいなんで撮っときますか。これが八幡秋田神社らしいですね。お邪魔しまーす。お邪魔しました。よし、そしたらホテル行きましょう。疲れた。到着です。ホテルグランティア秋田。綺麗ですね。おお、都会だ。よし、そしたら温泉入り行きます。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。すごい、夜なのに車がいっぱい走ってる。いや、あそこの風呂めちゃめちゃ良かったですね。めっちゃ種類があって、サウナもついてて、で時間あったんで秋田駅散策したんですけど、ほんと人がいっぱいいましたね。で無性にアイスが食いたくなって、ほんと10年ぶりぐらいに31を食いました。久々に食うとうまいですね。生ハゲも見れたし、で夕飯は近くのご飯屋さんでホルモン定食を食いました。ピリ辛ホルモンみたいな。いや、うまかったな。秋田駅を満喫してますね。そして今日も心霊スポットまでそこそこ近い。ここから15分ぐらいですね。この先かな。あ、梅林園って書いてますね。お邪魔しまーす。市街地からね、そんなあなたじゃないんですけど、結構いきなり何にもなくなっちゃったな。街灯とかないんですね。これやばくない？ちょっと消してみますエンジン。あ、やばいやばいやばい。マジでどこまで続いてんだこれ。なんかなんだろう、これトイレじゃないよね。レストラン的な感じかな。ここなんか怖いな。あ、着きました。梅林園。ここが入り口だ。あ、結構怖い。よし、じゃあ用意します。熊出没注意。
着しました。梅林園の入り口ですね。それでね、この看板の前で女性が立ってるっていう噂があるみたいですね。とりあえず立ってないですね。これなんだろう。管理棟か。これが展望台ですね。すぐそこだ。なんか展望台もないみたいですね。調べたら撤去されてるみたいで。でこっちが池。とりあえずじゃあ展望台先行って池目指しますか。行ってきます。お、虫か。あ、これ展望台の跡ですね。本当に綺麗になくなってる。こっちは、この展望台の近くで食い釣りがあったっていうことらしいんで、こういう多分木にロープをかけてってことですよね。邪魔しました。よし、奥に進んでいきます。東屋ですね。ちょっと待って、こっちは、なんかすごいな、ここほんと広大だな。なんかここ崖になってるもん。ちょっとだけ行ってみますか。急に落ちない。ふかふかして怖いな。ほら、崖ってほどじゃないけど結構下ってますね。お、何の音？ザボンみたいな。池なのかなこれ。ちょっととりあえず奥に進みましょう。まずマヤ。こっちは点々とベンチがありますね。これ奥進めんのかな。また背中痛くなってきた。あれ、行き止まりだな。これすっごいな。アップダウンが激しすぎてあんまり進めないですね。これでおしまいかな。行けは行け。別ルートでちょっと奥行ってみましょう。こんな戻るのか。あれだな、地図と道が違うな。どうしてだ。これも右ってことか。立ち入り禁止。ダメだ、池はこの先ってことかな。多分立ち入り禁止になってるわ。ちょっと待って、別ルート探しましょうか。こっちか。あ、道あった。今んところね、そんな嫌な感じというか心霊スポットっぽい感じじゃないですけど。でもなんかびっくりした。でもなんか秋田ではね結構有名な心霊スポットらしいんで、やっぱなんかあるんですかね。おお、道に出た。危険8、立ち入り禁止。入れないやんけ。東山登ってきました。熱っ、超疲れた。待って、東山の裏道みたいになってない？道は書いてないけど、なんか獣道みたいになってますね。ちょっと行ってみますか。獣道っていうか、これ普通に道だな。待って、地図には載ってないですけど謎の道がある。一応方角的には池の方だな。これ全部梅の木なのかな。あ、なんだ、動物かな。死ねって聞こえたけど。
ほら。なんだこの洗濯機みたいな音は。なんか道めっちゃ続いてるな、奥まで。何この道。え、階段ある。あ、やばいやばいやばい。なになに、ずっとガサガサ言ってる。こっちも道っぽくなってるけど。てか階段あるってことは道だ、ちゃんとした。しかも地図に載ってない道だ。なにこれ。待って、下にも道があるぞ。あ、ここにも階段あるじゃん。なんで地図に載せないんですかね。ベンチもある。道が繋がった。なんか変な場所に着いたぞ。今俺どこにいるんだこれ。てか、そうだ、神隠しに会うとかいう、そういう噂もあったよね。待って待って、なんかさっきまでと全然雰囲気違うな。なんか急に異世界来ちゃった感がすごいですね。この道、あの東屋の裏からしか行けない道ってことだよね、多分。待って、これしなかった。大丈夫、あれ異世界への入り口だったんじゃないかな。マジでちょっとさっきいた公園と同じ場所とは思えないんですけど。ベンチ、とんでもない角度になってる。あ、根元で腐っちゃってるんだ。こっちはもう横は崖になってるんですよね。あ、なんだあれは。なんだあれは。子グマとかじゃないよね。全然逃げないけど。かわいいな。こんばんは。なんかレッサーパンダみたいな感じですね。ごめんね、通るよ。あ、ごめんね。死んでるのかと思った。いや、そしてこの道どこまで続いてんだ。で、多分だけど、この左側が池ってことかな。雲女が出るってことなんでね。あ、階段みたいなのある。めっちゃ歩いたな。で、この階段はどこに繋がってんだろう。で、もう少し進んでみますか。やばいな。どんどんなんか山奥に誘われてるんですけど。そーっと歩いたぞ、もう。これダメだな。なんかどこまでも続いてる感じっすね、この道。マジでこのまま神隠しあるんじゃないの。なんか声してなかった。ちょっと待って、マジで背中痛い。なんだこれ、足が止まらないですね。なにこれ。ちょっと待って、 GPS。 あ、なんかめっちゃ離れてんな。もうちょいだけ進んでみましょう。いって、背中痛い。なんか開けた。え、あの白いのは何。なんか道の先になんか白い壁みたいなのがあるけど、これなんだろうな。いいや、あの白いところまでとりあえず行ってみましょう。ここにもベンチがある。あ、で階段あるじゃん、こっちにも。どこに繋がってんのこれ。横崖になってる。あ、行き止まった。で、壁が反り立ってますね。どうなってんのこれ。よいしょ。やばいやばい。道に出た。何だったのこれ。多分これ来た道だよね。へえ。てかさっきのブンブンブンって何だったんだろう。大丈夫、ここ同じ世界だよね。大丈夫。なんか異世界来た感が半端じゃないんですけど。ふぅ、終わってきた。何だったんだあの道は。
ね、ほらこの道だったのかな、こういうこと。でも東屋のところからさ、こうやって行ったよね。この道に出たのか、俺は。なんかこんな道じゃなかったよね。なあ、そうだ。ちょっと最後、この展望台跡で、ショスピリットボックス使ってみますか。結構怖いですね、ここ。ちょっと待って。何の音鑑定、鑑定。ショスピリットボックス使います。こんばんは。誰かいますか？え？あ、すいません、うるさくに。よかったら少しお話できますか？ん？はい。あ、女性の方ですか？ありがとうございます。ここで亡くなられた方ですか？ありがとうございます。亡くなった時の年齢を教えてもらってもいいですか？ありがとうございます。先生は何をされてたんですか？ご職業とか聞いてもいいですか？そう、お名前を教えてもらってもいいですか？さすがとじ。はい。あ、自分はと言います。フルネームで名前を教えてもらってもいいですか？すいません、どうもありがとうございました。失礼します。ちょっと写真撮ってみますか。撮りまーす。よし、そしたら赤外線カメラで暗闇にしてみます。映ってる。電気消しまーす。おお、やっぱ電気消すと一気に怖さ増しますね。ちょっと多分ガですね。すいません、ちょっと座ります。何の音これ。こんばんは、誰かいますか？ここならね、かなり長い間暗闇にしてても大丈夫そうですね。ちょっと目もつぶってみます。ちょっと待って。普通に足音したな、こっちから。誰もいないよね。ちょっと待って。結構長いことを暗闇にしたんで、もういいでしょう。終わりにします。すいません、どうもありがとうございました。お邪魔しました。なんか時折ゴンって音するの何なんだろうな。なんかが地面にボトって落ちたような。梅かな、梅が落ちたのか。バイリエンだしね。ただいま、帰りましょう。
お邪魔しました。誰もいないよね。なんか気配みたいなするんだけど。はい、ということで、梅林園でした。いや、なんか意識が朦朧とする。まあね、全然そんな怖い場所ではなかったですけど、途中から異世界感が半端じゃなかったですね。これ大丈夫俺。違う世界来ちゃってないよね。もうちょっとね、帰り道に事故に遭うっていう噂もあるんでね、ほんと気をつけて帰ろう。はい、とまあこんな感じで、まだまだ日本一周心霊スポットの旅続けていきますので、よかったらチャンネル登録、通知登録、お願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。